チーですか。チー。うまくタンヤムに直りました。はい。ここで小林がスーチーピン待ち2000点のテンパイを取りました。ヒューマン短期はまだ姿を見せない。萩原のリーチが入っている局面で、大輔に役なし天敗。松本がリーチの現物だけどロンですよね。小林のそうですね、ロン。さあここは小林が仕掛けてかわしました。2000タンジャワカの2000点です。萩原の高打点リーチ、そして大輔のドラドラの天敗は空を切りました。2局連続小林の上がりです。小林ペースですね。はい、あれリアンピンよく行かなかったね。はい、イピン3ピン。そうですね、一度拒否したリアンピンをうまく打ったな。今度は使ってタンヤオへ。柔軟ですね。はい、柔軟でした。小林選手もともと柔道のプレイヤーですからね。体つきいいですもんね。そうですね、体幹が強く柔軟性も高いんでしょう。なるほど、はい、さあドラはロー1、心身ともに柔軟ってことですね。そのようですね。場はトン3局へと移っております。親番は小林。まあ、萩原的には、まあ、空振りしてもやむを得ないなという町なんで、ダメージはないでしょうね。松本ですよね、親をね連チャンしようと思って仕掛けてって、最後ねえ、あ、当たりそうだなと思いながらキル入って嫌なんですよね。多分当たりそう、小林に当たりそうだなと思いながら、だけど自分3面待ちに変化したんで、朝霞シャンポンにはねできないんで、スーピンも通ることもあるんでね、うん、当たるだろうなと思いながらも通るかもなっていう気持ちも麻雀ってあるじゃないですか。はい、そこなんですよね。だからあ悔しいな。これさえ通れば相当勝ち目があるのになっていうね、その一枚が通らない悔しさ、皆さんもよく経験されるかと思いますが、あら、あ、ピンズがよくできましたね。ピンズ一色いけそうですか。いけそうな形ですけどね。もう一ブロックか。ピンポン、パーピンポンあたりはしたいですね。見たったよ。はい、小林がポンです。今度親ですもんね。はい、赤ウソが浮いていますが、いらないんじゃない。お話しますか。いらないですね。萩原はマンズピンズが両関係、打点をなんかほら欲しいなっていう曲じゃないし、連チャンしたいなっていう曲なんで、ええ、赤まで手元に置いて3万とか1万切って遊ぶのは良くないなってことですよね。うん、小林選手ですね。先ほど白をポンして赤ウソを切ってこちらのイーシャンテンです。だから理想はウパピ待ちにしたいんでね、早く2万チーか3万パーワンポンかしたいですよね。そうですね、あ、一気通過だったこれ、2ピンか。そうですね、うん、ドラのローマンを生かしたり、赤ウーピンが来た時のためにの2ピン切りでしょうか。萩原です。あ、いいじゃない。ピンズにならずともこれはいいぞ松本。これはいいですね。赤ドラのイーシャンテン。さあこれは E1 はポン材としては1枚切れ、3枚よりはポンしやすいか。いかなかったですね。そうですね、確かに白をポンしていた小林、ローピンチーピン切りもあった。小林らしいね。もう M リーグも6年目で、そのリーグの創設メンバーですけれども鉄頭鉄尾ですね。1年目からこれは変わらないですね。はい、溺れないですね。はい、変わらない安心の小林。物足りなく映る方もいるかもしれませんけど、チームメイトは安心して見てられますよね。うん、ブレることがないですからね。小林ならこうしてくれるという予想を裏切らない選手です。大輔がイーシャンテンになりました。松本はマンズチーしてもマンガンですか。これどうします。ここでマンズへ2面になったからかな。はい、先ほどおっしゃっていたのが松本選手、このリャンウーソスチーマン、チーしてもマンガンですもんね。そうですね、ドラーカーカーありますよ。チーしてもいいんだもんね。はい、
仕掛けるんではないかなと思います。あ、お帰りなさい。おりゃんまん出やすくなるんだね。そうですね、1万もねポンしやすくなるんだよね。はい、一色に見えないもんね、後からローピンだから。さあ各社徐々に形が整ってまいりました。来たぞ松本、いっそのことリーチか、ダマテンです。いやこれみんな切るリャンウソウに見えるんで、はい、タダ取りってやつですね。いやそうですね、大輔ウソウ捨ててる、萩原リャンウソウ捨ててる、小林もウソウ捨ててる。さあ大きなダマテンが入っていますよ。松本義弘単葉ドラーカーカの8000点です。チー、チーの声は大輔だ。後付けですね。はい、9番を切ってトンとチーワンのシャンポンの形、トンだけで上がれる天杯。これはリャンピンかウーピンかパーピン、どれを切るか。どういった違いがありますかね。まあ補充しないように打つんで、パーピンでしょうね。ルーピン3枚見え。はい、リャンピンに関してはそのものを捨てている萩原がいますが、あ、その決断だったんだ。2人からしたんでリーチの結論を下しました。これすぐ出そうなリャンウソっておっしゃってましたが、山にも3枚しっかり残っています。これはね、積もってやるぞ、積もってハネマンにしてやるぞ。そうそうそう、松本の闘志が今燃え上がってます。大輔天杯キープ、積もってハネマンにしてやるぞ。惜しい、気合入ってる、入ってますね。テンパッターイーマンパワーのシャンポン小林、白本一ドラ、こちらは1万2000ですよ。1万がある、8万は、1万が1枚ある、8万が1枚ある、1枚ある、ありますね。これは誰が勝つんだろう。あ、8万だ。1万2000。さあ決めたのは小林です。なんと開局3局で3回目の上がり、白本一ドラ1万2000。松本の気合が空を切りました。ホップステップでジャンプですね。ジャンプしちゃいましたね。大きなジャンプです。今シーズンはなかなか手が入らず苦しんでいる小林ですが、ここで大きな花火が上がりました。そして小山蓮ちゃんドラ3万。私がこの成績でパイレーツいくつ買ってるんですか460。考えられませんね。はい、